第105号昇海艇は、大日本帝国海軍の路角艦艇の一つである、昇海艇。元はアメリカあるいは、フィリピンの巡視船、アラヤト。1941年12月27日キャビテ、沖のマニラ湾で日本軍の空襲により沈没。1942年8月以降に不要、マニラの第103海軍工作部が修理し昇海艇とした。主に、 マニラを中心に紹介、護衛任務に従事した。1944年11月29日、多合作戦に参加中に魚雷艇の攻撃により、戦没した。平石蓮隊員、少佐、1943年9月1日から1944年7月1日、交差加保三隊員、1944年7月1日から1944年12月30日、 第105号小海艇は日本海軍艦艇の中でも謎が多い艦艇の一隻である。そもそも日本の資料では前身であるアラヤットに関する情報が一定ではない。命名時には米軍の巡ら艇としているがそれ以上は不明である。中には米西戦争中に自沈し後に引き上げられてアメリカ海軍で使用された1888年建造の スペインの宝冠というものがある。鑑定士研究家の田村敏夫によれば、このスペイン宝冠は、排水量243トンで、1910年に除籍されて売却されている。また田村が引き続き調査したところ、戦利線利用では、アラヤットは、フィリピンの巡ダ線で、排水量は1200トン、佐世保鎮除不戦時日市密第十万千七百五番電には、 アラヤット号船富とあり、戦前船舶第31号内の記載には、アラヤットは、所有者はフィリピン政府、建造年は1931年、建造所はドイツの新商社で、建造番号1253、903グロストン、という記録が残っていたという。一方、海外のサイト、combinedafleet.com では、 アラヤットは1931年に自由都市、ダンツヒの FC100 有限会社で建造。同年7月に、アメリカ陸軍省島国事務局によってフィリピン諸島税関巡視船として購入され、フィリピン政府省戦役員によって運用されていたと、される。ありがとうございます。